はい、どうもこんにちは、京子です。皆さん、いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はなんと、私の個別指導生なんですが、副業で、かつ SEO ブログのみで月収100万円を達成した大和さんにお話を聞いていこうと思います。結果、2023年9月は104万800円という結果が出ました。大和さんは本業があり、副業で行っています。しかも顔出しはしていません。方法は SEO ブログのみです。SEO なんてオワコンなんじゃない ?AI が台頭してきてブログなんて通用しないんじゃない、このような声が聞こえてきそうなんですけれども、 SEO ブログのみで月に100万円を達成されています。具体的に大和さんが行っている作業や気をつけたことなど、今日は徹底的に聞いていきたいと思います。このチャンネルでは個人で稼ぐためのスキルアップに役立つコンテンツを配信しています。副業、起業、フリーランスで稼ぎたい人の必修科目を有料商品級レベルの動画でお届けします。いいねを押してチャンネル登録してくれた方は今日から私の生徒です。徹底的に指導していきますので、このチャンネルを通して個人で稼ぐ力をどんどん高めていきましょう。そしてこの動画を最後まで見てくれた意欲的なあなたには特別なプレゼントがあります。これから本業以上の収入を大きく稼ぎたい方には超貴重なプレゼントになりますので、ぜひ受け取ってくださいね。動画の最後にお伝えしようと思います。概要欄のリンクよりぜひ受け取ってみてくださいね。それでは今日も始めていきましょう。起立、礼、着席。SEO の英語ブログで月100万達成されている大和さんって一体どんな人と思っているかと思いますので、まずは自己紹介聞いてみたいと思います。大和さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。名前はですね、大和博士と言います。本業はメーカーで技術職の仕事、エンジニアですね、技術の仕事をしてます。副業で2019年の4月から英語ジャンルのブログを作り始めて、基本これまで SEO 一本でやってきてます。結構最初苦労したんですけど、ようやく次第に成果が出るようになって、今年の9月にブログだけで月100万を達成することができたという感じです。まずは月100万達成おめでとうございます。ありがとうございます。ここの100万に達成するまでにどれくらい期間ってかかったんですか？そうですね、だいたい4年半ぐらいかかりました。すごい。よく挫折せずにここまで来れたらって皆さん思ってると思うんですけど、その、ね、メンタルを保つ秘訣とか、どういうふうに継続してきたかっていうところはまた後ほど聞いていきたいと思います。まず大和さん、京都大学卒じゃないですか？はい。すごいもう経歴と、もう今までね、やってきたことも資格とかも素晴らしいものをお持ちなんですけれども、それで普通に就職もしてすごく賢くて、皆さんから見たら何に不自由してるのって、それだけ頭も良くてしっかりと仕事もできて、なぜこう副業をやろうと思ったのかってめちゃくちゃ気になるところだと思うんですけれども、多分大和さんもいろいろありながらこの副業を始めたきっかけ、ブログを始めたきっかけあると思うんで、まずはそのきっかけの部分を教えてください。ありがとうございます。確かに本業で結構、まあ、ある意味安定した仕事をさせていただいてるんですけれど、一時ですね、5年5、6年前ぐらいって私結構メンタルが弱かったんですよ。全然見えない。その時にですね、上司がめちゃめちゃ厳しくて、結構ですね、打つ寸前まで行ったことがあるんですよ。なんでかっていうと、一応ですね、職場でこう頑張って課長職まで行ったんですけど、まあ、そこで逆にですね、そうすると毎週その怖い上司に報告しなきゃいけないんですよ。で、金曜日に報告会があるんですけど、大体すごいダメ出しを受けて、結構なんか人格否定的なことも言われたりして、すごい凹むんですよね。それだけじゃなくて、そこで議論した内容を踏まえて、あのワードでドキュメントを送るんですけど、金曜日に送るじゃないですか。で、そうすると土曜日の午前中に帰ってくるんですけど、それを真っ赤に添削されてるんですね。で、それが普通の添削じゃなくて、あんまり真面目に考えてるのかとか、ふざけんなこの野郎的な感じのことも書いてあって、で、大体こうメールを開くのも憂鬱で、なんかもう、あ、メール見たくないなみたいな感じなんですけど、あの風習としてこう土日のうちに返信しなきゃいけないみたいなのがあったんで開くんですけど、まあ、そんな感じなんで、こう土日も休まらない。で、また月曜日に会社に行くんですけど、また金曜日がやってくるとあれが始まるみたいな感じで、常にこう気が休まらない感じで、もう結構本当に病みそうな感じだったんですね。で、結構これまずいなと思って、ちょっと本格的にあのメンタル改善に取り組んで、その時の心理学の専門家の方のお世話になって、まあ、半年間ぐらいかけて、だいぶかなりメンタルが安定してきたんですよね。で、そうしたらなんかちょっと新しいことにチャレンジしたいなと思って、で、その中でなんかいくつかオプションがあったんですけど、そのうちの一つでこう副業やるっていうのもありかなと思って、で、最終的にこの副業をやろうというふうに決断したっていう感じでした。なるほど。具体的にその仕事っていうのは何系の仕事なんですか？どういうことをやってる感じなの？いわゆる理系の仕事で、研究開発で新しい製品を作るっていう感じのことをやって、今アメリカの会社さんと一緒に仕事をしてて、で、そこのアメリカの会社さんがお客さんなんですけど、そのお客さんの製品に使う部品を作ってるみたいな、そんなイメージ。なるほど。まあ、言ってみたら仕事で外国の方
方と対話するには英語を喋れなければいけないと。で、そういうところから、まあ、今この副業でやられているジャンルともすごく生きているのかなと思うんですけれども、最初ってアメリカの企業さんとやり取りするとき、なんだろう、壁とか悩んだこととかってありました？いっぱいありますね。まず、その始めた当時ってそんなに英語喋れるわけではなかったので、毎週ウェブ会議をやってるんですけど、まずなんか相手が何言ってるかわからないっていうところから始まるんですよね。で、しかも、アメリカの会社さんって発言しないと価値がないみたいな価値観があるんで、こっちが頑張ってこう片言で話していても、相手から割り込んできて質問されたりとか突っ込みを受けたりするんですよね。で、そのペースについていかなきゃいけないというのが結構苦労しましたね。京都大学卒業されてるから、まあ、言ってみたらセンター試験とか二次試験とか、その座学でやる英語はわかるんだけれども、対話をする、しかもそれがビジネス英語っていうところになると専門用語が出てきたりとか、具体的に議論をしなければいけないとなると、ちょっとこう座学の英語とはまた違ったものがある感じですか？そうですね。特に瞬発力が結構求められるんで、こうやってウェブ会議だと会話をしていても、2、3秒沈黙してたら言うことないかなって思っちゃうじゃないですか。で、それ単に英語が出てこないだけなんですけど、でそうすると、その間が空くと相手がまた割り込んでくるか、なんか次の話題に行かれちゃったりして言いたいことを喋れないみたいなことがあって、で結果的にこう自分たちが損するみたいな、そんな結構苦い経験もしてきたことがあります。なるほど。いや、日本の会議とアメリカの会議って、なんかじゃあアメリカの人とやる会議って全然違うっていうイメージ。そう、もう本当緊張感が違いますよね。なんか日本の会議だと、自分がプレゼンするときじゃなかったら、なんか聞いとけばいいかみたいな、出席してればいいかみたいなこともあるんですけど、英語の会議だとなかなかそうもいかなくて、発言しなきゃなみたいなプレッシャーが結構ありますね。新しいことも覚えなければいけない。しかも上司からもガミガミ言われる。そんな中でメンタルがズタボロになって、心理学学んで自分のメンタルを整えた時にですね、副業をやってみようかなっていう気になったっていう感じですかね。はい、そんな感じです。そこでいろいろね、選択肢あったと思うんですよ。お金の稼ぎ方とかビジネスをやるっていっぱい選択肢あった中で、なぜブログだったのかっていうところは、なんかきっかけってあったんですか？そうですね、まず基本ちょっと副業は禁止だったので、顔出しはせずにできるっていうのがまず必須要件だったっていうのがあります。で、あとは多少この文章、特に論文とか特許とか書いてたので、比較的論理的な文章を書くのは得意だったので、なんかそういう文章力が活かせることはないかなとかっていうことを考えてたんですね。で、その時に、ある知り合いがブログをすでにやられていて、当時多分月に20万ぐらい稼がれてて、なんか私からするともう神みたいな存在ですよね。で、その方からたまたま声をかけていただいて、ウェブのいわゆるライターですよね。その方のブログに書く記事を書いてもらえませんかみたいなオファーを受けて、あ、ぜひお願いしますという感じで引き受けたんですね。だからブログを始めようと思ったんですけど、実は最初にやったのはウェブライターだったっていうのが最初なんですね。なるほど。ウェブライターとして最初ちょっと記事をね、もう文章を書くことにあまり抵抗がなかったから、ちょっと引き受けてみたところからのスタートっていう感じですかね。そうです。そこで正直ウェブライティングとかブログの記事ってどう書くかとかやり方も全く知らなかったので、いわゆるブログで言うと階層構造で H2 とか H3 とか作ると思うんですけど、その当時の私って H2 って何みたいな状態だったんですけど、それも教えてもらいながら依頼された記事を書いたっていう感じでした。これね、見ている皆さん驚くところが、まず顔出ししていないっていうところなんですよ。やっぱりなんかネットビジネスとかこうビジネスやっていくには顔出し必須なんでしょうとかって思うと思うんですけれども、大和さんもこれ顔出しせず、しかもニックネーム、ビジネスネームをつけて活動されているので、名前出せません、顔出せませんっていう方でもこういう風にビジネスできるっていうモデルケースになるかなと思って、今回大和さんをお呼びしたんですけれども、で今本業めちゃくちゃ忙しいじゃないですか。上司にもいろいろね言われるし、提出もしなきゃいけないし、会議もあるしっていう中で、どこでどういう風に時間を使ってブログを構築してきたのかっていう、時間のスケジュール、時間管理とかどこでやってたのかって皆さん気になると思うんですけれども、具体的に平日こんなんやってて、土日はこんなんやってたみたいなことを教えてください。平日はですね、仕事がだいたい朝始業が8時から終わるのがだいたい夜の8時ぐらい、かつですね、私結構通勤時間が長くて片道1時間半から1時間40分ぐらいかかるんですよ。でそうするとなかなか家帰ってからとか作業をするのも大変なので、基本的には通勤時間を使ってブログを作ってきました。行き帰りの電車で作業に当てられるのがだいたい1時間弱ぐらいなので、必ずそこはブログの作業に当てるっていう風にしてきてます。土日はもうちょっと時間の余裕があるので、日によって予定があったりなかったりするんですけど、だいたい2時間から多いと6、7時間ぐらいみたいな、そのぐらいの時間でやってきたっていう感じです、ね。なるほど。平日1時間弱、4、50分ぐらいの体感時間だと思うんですけど、電車に乗ります、パソコン開きます、その短い時間で何をやるんですか？特にブログ作り始めた頃って、記事の構成を作るとか、これからどういう記事を書くかって、そういうのを考えるのって結構エネルギーが必要だったので、そういう頭を使う作業は土日にやってました。平日は記事を書くだけっていう感じだったので、もうひたすらタイピングをするみたいな感
感じで、さっき1時間ぐらいって言ったんですけど、それもまとまった1時間じゃなくて、ここで15分、ここで20分、ここで15分とか、なんかそういう細切れだったので、この15分でなんか何文字書けるかなとか、ゲームのタイムアタックみたいな感じで、結構楽しんでやってました。なるほど。4、50分もぶつ切りなんですね。乗り換えがあったりとか、移動したりとか、通勤だからいろいろある中でやってたってことかな。すごいな。スケジュール感をちゃんとこう、毎日保ってやれてたっていうのがすごいと思うんですけれども、それを続けて、まあ4年半かけて月100万っていうところに達成されたと。で、皆さんは多分気になるのは、いつこうブレイクポイントが訪れるんだろう。なんか最初は収益出ないんでしょうとか、で、ストック型だから時間何年もかかるんでしょって皆さん思うと思うんですけど、具体的に理系のね、大和さんがまとめたちょっと表を見ながらですね、どういう風に収益が上がっていったかとか、こういう時にこんなブレイクポイントがあったっていうところちょっと聞いていきたいんですけれども。始めてからちょうど半年後ぐらいですね。これまでは結構週に2基地ぐらいを上げてたんですけど、全くまあ収益もないですし、アクセスもまあ日に多くて十何 PV で、少ないと一桁 PV みたいなのがずっと続いてた感じです。その半年ぐらい経ってポコッとこう売り上げが1回上がって、でそれが初収益だったんですね。とはいってもその後こうどんどん伸びてたかっていうとそうでもなくて、その後1年間ぐらいはこの売り上げが上がったり上がらなかったり、上がっても月 2,3 万円ぐらいが上限みたいな感じでこう推移してました。で、だいたい1年半ぐらい経ったところで確か5万円を超えた、初めて5万円を超えて、その後さらに1年経ったぐらいで初めて10万円を超えたっていう感じです。そこからは比較的割と順調に伸びていって、20万円、30万円、50万円で最後100万円まで行ったっていう感じでした。なるほど。この表を見てみると、ぴょんと上がったところとか、なんかいろいろきっかけがありそうな感じなんですけど、何をその時期にやってたかとか、あ、これをやったから多分この後伸びていったんだなっていう、ちょっと分析してみて、過去に遡って大和さんが思ったポイントちょっと教えてほしいんですけど。この表の中にブログが伸びたきっかけっていうので、5つぐらい上げてるんですね。で、次にこれをですね、表にまとめてるんで、ちょっと簡単にかいつまんで説明をします。最初のきっかけが、ブログを始めてから1年弱、9ヶ月後ぐらいのところなんですけど、ここで一回ちょっと記事の添削を受けたことがあったんですね。で、その時に、英語チャンネルを育てるなら、割と大手の英会話スクールさんとかの記事も一応載せといた方がいいよっていうようなアドバイスを受けました。それまでは結構ニッチなジャンルだけに特化して、スクールさんとかも紹介したり、割とマニアックな記事だけ書いてたんですけど、その方から言われたのが、英語のジャンルのブログを訪れた時に、基本お店だと思ってくださいと。例えば、果物屋さんに来た時に、例えばドラゴンフルーツしか置いてないとかだと、え、これ何のお店みたいになっちゃうんですけど、基本なんかリンゴとかみかんとか、そういう一般的なものは置いといて、まあでもドラゴンフルーツが売りなんだよね、みたいな、そういう感じだったら買おうと思うんですけど、そもそもリンゴとかみかんがないと入ってもくれないよっていうことを言われて、そういう考え方があるのかと思って、そこから、いわゆる有名な大手のスクールさんの体験をしたりして、ね、体験記事を書くみたいなことをやりました。結構ですね、それが後々じわじわっと聞いてきて、アクセスも入ったりとかですね、結局そこのスクールさんからちょこちょこ収益も上がったりしたので、底力をつけるのも結構役立ったかなと思います。同じ時期に、別の英語のスクールさんの取材をしたことがあって、それがたまたまのブログのお問い合わせ経由からスクールさんから取材の依頼があって、社長さんに会ってもらえませんかみたいなことを言われて、僕なんか行っていいのとか思ったんですけど、行ったらですね、めちゃめちゃ面白くて、その記事にするのも楽しくて、結構それ以来ですね、私がインタビューとか取材にハマって、ちょこちょこそれを入れるようにしたんですね。で、結構それが、実は、ね、ブログを続けるモチベーションの源泉になって、ただ記事を書くだけじゃなくて、こう人の話を聞いて記事にするっていう楽しみが増えたっていうのは結構大きかったなと思います。その後セールスライティングとか書き方を学んでですね、それをアフィリエイト周りのリンクに応用したりして、制約率、CVR とかが上がったりとかいうのも、後々聞いてきたかなと思います。その後もまた、ブログのサロンみたいなところに入って、フィードバックを受けるきっかけがあって、その時に結構文章が難しすぎるんで、もっと簡単な文章で書くようにとか、もっと2段階ぐらい目線落として書けみたいなことを言われた、結構すごく言われたりとかですね。それで、いろんな記事をリライトして、なるべくわかりやすい記事に変えていったっていうのを、結構じわじわっとアクセスが増えたかなと思います。あともう一つ結構重要だったアドバイスが、ブログのいわゆるドメインパワーっていうのを強くする必要があるから、非リンク獲得は絶対やるべきだよってことをやりました。非リンクって何のことって思うと思うんですけど、ブログに対して、例えば企業さんとか行政機関とか、すごく信頼性があるところから、私のブログにリンクをつけてもらうっていうことで、そうすると、あと結果的に私のブログの信頼性が上がって、Google からも評価されてアクセスが増えるっていう構造になってる。私それまでただ記事を上げてただけで、そういう構造があるっていうのを知らなかったんですけど、それを試した結果、結構じわじわっと聞いてきて、アクセスが徐々に増えていったっていう感じですね。大きく言うとこのあたりが結構収益化に効いたかなと思ってます。いや、なるほど。でもこの伸びたきっかけと4年半以上続けてこれたっていうのはすごくリンクし合ってるなと思っていて、モチベーション保つ、毎日平日も休日も隙間時間でこうやりながら、しかも本業もありながら
続けてこれた理由に、さっき取材記事っていうところすごく楽しくてっておっしゃってたんですけど、何かこう自分のモチベーション上げるためにこれやってよかったなとか、逆にそれがきっかけになってブログも伸びていったなみたいな、ちょっとリンクし合う部分があるのかなと思うんですけど、そのあたりに何かこのきっかけというか。そうです、いやおっしゃる通りで、ブログって成果が出るのに時間がかかるので、収益とかその結果をモチベーションにしようと思うと、どうしても挫折しやすくなっちゃうと思うんですよね。頑張ったのになかなか成果が上がらないっていうのなので、そこはもちろん最終的には金額的なところも目標にしてましたけど、なんかあんまりそこは気にしないでやってきたっていうのが逆に良かったかなと思います。もともと他の方のブログ記事を読んでても、成果が出るまでに半年とか1年ぐらいはかかるのが当たり前かなと思ってたんで、逆にそこの金額的なところじゃなくてプロセスを楽しむっていうところに結構フォーカスをしてきてました。その中の一つはさっき言ったインタビュー取材をするっていうのが半分趣味みたいなもんですよね。なので やると結構楽しかったので、取材記事を取り入れられたっていうのは結構良かったですね。私妻とたまにこうゲームとかやるんですけど、ゲームを妻からやろうよって言われるんですけど、実は私その取材記事とか書いてる方が楽しくて、ちょっとゲームのとこじゃないんだけどとかって言うんだけど、そうすると叱られるんで、程よくバランスをとって、ゲームをやるときはゲームをやって、ブログの作業をするときは作業してみたいな感じで切り分けてやってました。なるほど、面白すぎるなそれ奥さんのね機嫌を取りながらといってあれですけど、ブログやりたい欲と家庭を上手に円満にやっていくというそのバランスもね面白いですね。成長軌道に乗った秘密のサイクルっていうところ、これすごく知りたくって、やっぱモチベーション上げるためっていうのと収益を上げるために、多分これ矢本さんが見つけてきた鍵というかトリガーになったのはこのサイクルなのかなっていうふうに思うんですけど、それが逆に好きだったからできたとは思うんですけれども、ちょっとこのサイクルについて聞きたいんですけど、この成長軌道に乗った秘密のサイクルっていうのは、この私が全員に当てはまるわけじゃないと思うんですけど、私だからこのサイクルはハマったのかなと思うというところがあります。それはですね、最初に言った取材記事を作るっていうところが実は出発点になっていて、でそこからさっき言ったの非リンクを獲得するっていうところにつなげます。だいたいですね、このスクールさんに取材をして、結構本気で記事を書くわけなんですけど、後でですね、今回すごく貴重なお話を伺ったので、ぜひこういろんな方に読んでほしいんですと。なので私のブログだけだと読者さんが限られてしまうので、御社の記事でも紹介していただけませんかみたいなことを言うと、まあ結構6割ぐらいの相手から、あ、いいですよって、いわゆる企業の新規更新みたいなところで私のブログを紹介してくれるんですよね。でそうするといわゆる非リンクがつくので、私のブログのドメインが強くなる。でそうするといわゆる収益化の記事がだんだん上位に表示されやすくなるんですね。具体的には何かっていうと、スクールさんを比較したまとめ記事とか比較記事っていうのがあるんですけど、それが結構上位に上がるんですよね。例えばちょっと違うんですけど、イメージとしては英会話スクールおすすめとか英会話スクール比較みたいなので上がってくる記事があると、結構皆さんスクール選びの時に参考にするじゃないですか。そういう記事が上位に上がるんですよね。そうすると成果の発生につながりやすくなる。さらに面白いのが、そこで上位表示されると、これまで扱ったことがなかったスクールさんとか ASP さんから問い合わせが来るんですよ。それが、私たちはこういうスクールを運営してるんですけど、ぜひ記事で取り上げてもらえませんかみたいなことを言われるんですね。その時にこう答えるんですよね。ご連絡ありがとうございます。でただ私は自分が体験したか取材をしたスクールさんでないとブログには載せないことにしてるんですよ。だからもしよろしければ取材をさせていただけませんかっていうと、結構な確率で取材をさせてくれるんですよね。そうするとまた新しい取材を記事かけて非リンクをいただけてっていう、いいサイクルが回り出すっていう形になってるっていう感じです。なるほど、すごい。このサイクル人によってね違う楽しみ方とか続けるモチベーション違うかもしれませんけど、これは矢本さんにバチッとハマったからこそ収益も出てモチベーションも上がるし、ブログの力もついてくるしっていう、このサイクルを見つけるのも大事かもしれませんね、一人一人。そうですね、確かにこのサイクルにハマるまでって結構まさに暗中模索っていう感じで、頑張ってるんだけどなんか上滑りしてるなっていう感じがあったんですけど、このサイクルを見つけてからは結構歯車が回り始めたなっていう感覚がありました。でこれまさにさっき言ったように10万を超えるちょっと前ぐらいですかね、このサイクルを見つけてやり出してから、そこから結構一気に伸びてったっていう感じでした。このサイクルは皆さんも参考にした方がいい。自分の楽しいこととかモチベーションが上がるものと、しかもブログが強くなるっていうもの、この組み合わせを見つけると、どっちにしてもブログってね、こう時間のかかるものなので、これは一人一人見つけていくといいんじゃないかなと思いますよね。そのサイクルを自分で見つけたはいいんだけれども、今ね大和さんの話聞いてると、英語ってみなさんびっくりされてると思うんです。英語ってめちゃくちゃ競合強くないって、めちゃくちゃよく言われるレッドオーシャンってやつじゃんって思ってると思うんですよ。それは無理無理、もう大企業さんもやってるしライバルも多すぎるから無理じゃないと、こう皆さんもうそれは無理だよと思ってると思うんですよ。だけどいつも私が言ってるのは、レッドオーシャンの中でブルーオーシャンを見つけろっていうことを言ってます。でこう大和さんめちゃくちゃ上手にそ
それをやられてるなと思っていて、具体的に英語っていうすごい競合が多い中でどこを攻めていったのか、そしてどういうふうに収益を上げていったのかっていうこの戦略をちょっと聞いてみたいんですけど。これもですね、結構、試行錯誤しながら見つけてったっていう感じなんですけど、まずスライドの中で左側にこの商材っていうのを書いて、いわゆる収益化記事で書くところなんですけど、結構英語っていうといわゆる大手の英会話スクールさんとかオンライン英会話っていうところが思い浮かぶと思うんですけど、ここってもう本当に競合が強いんですよね。企業さんとかもどんどん参入してますし、普通の個人だとなかなか太刀打ちできないっていう形になってたので、ちょっとこれは勝負するの厳しいなと思って、割とこのあたりは捨てていました。で、さっき言ったように英会話スクールさんの大手のところだけは紹介してるんですけど、それ以外のところは基本載せてないですし、オンライン英会話もほぼ捨ててるっていう感じです。で、じゃあどうしたのかっていうと、ここ10年ぐらいで結構伸びている英語コーチングスクールっていうジャンルがあります。これってイメージで言うと英語業界のライザップみたいな感じで、ライザップとかもダイエットのところでベル量を少なくして運動するっていう原則は分かってるんだけど、実際にやろうとするとできない。そこをどうやってこう反強制的にやらせるかみたいなのがライザップだと思うんですけど、それの英語版みたいな感じですよね。英語も結局学習する内容って大体決まってて、文法とか単語とかスピーキング、リスニングとかトレーニング方法は大体決まってるんですけど、それを続けるのがとにかく難しい。それをこういかに効率的かつ継続的にやれるようにするかっていうのが英語コーチングスクールさんのコンセプトなんですけど、これが結構社会人にここ10年ぐらい人気になっていて、そこをターゲットにしたっていう感じです。実際私もこのサービスを過去に受けたことがあって、それで英語力が伸びたっていう経験があるので、これは個人としてもいろんな方にお勧めできるなっていうのが一つの理由であったし、いわゆるアフィリエイトの報酬の単価的にもそこそこ高いっていうのがあったので、ここは狙い目なんじゃないかなと思ったっていうのがありました。合わせてこう右側に発信ジャンルっていうのが書いてあるんですけど、もちろんこうブログを書くときに商材の紹介記事だけだと成り立たないので、いわゆる集客記事みたいなのを書いていく必要があります。これも半分結果論なんですけど、他のサイトにあんまり書いてなくて、私が書けて、なんか上位表示が取れて読者のためになりそうかなっていうのを考えてたときに、特にビジネス英会話のコツとか、実際自分がそのアメリカの企業さんとやってて苦労したこととか、そこのいかに短期間で上達するかというコツとか、そういうところの話を書いたりとか、あとはちょっとずらしたコンテンツで、ちょっとマニアックなんですけど、AI と英語力の関係とか、遺伝と英語力の関係とか、多分他の人はあんまり思いつかないだろうみたいなことを記事を書いてたんですけど、これらの読者層っていうのが、いわゆる集客記事の読者層も、先ほど言った英語コーチングスクールのペルソナも、どちらもビジネスパーソン、結構ガチで英語をやろうっていう対象、ガチで英語に取り組もうっていう読者さんが対象なので、そこがうまくマッチしたので、それをうまくリンクできたかなっていうふうに考えてます。いや、なるほど。これね、すごい言葉で聞いたらなるほどと思うんですけど、実際にね、自分のジャンルに落とし込んだ時に、レッドの中のブルーを見つけるのは相当難しいと思うんですけど、しかもですよ、今、SEO、個人で戦うのって難しいんでしょと。SEO なんてオワコンでしょっていう皆さんも心の声がね、もう私に聞こえてきてるんですけれども。だけど、ヤマトさんのブログって SEO のみで攻めているわけじゃないですか。これ具体的に企業さんとかだったらお金も人もいるし、どれだけでもこう投下できるじゃないですか。だけど私たちは個人でしかも隙間時間でやっていかなければいけないわけですね。そのために個人がこの SEO で戦っていくためのコツとか、実際にヤマトさんがやっていたことをちょっと聞いてみたいんですけど。確かにおっしゃるように、この個人で SEO で戦うのって年々難しくなってるかなっていうのは、私もやっててそうかなと思います。で、ただどちらかというと昔がイージーゲームすぎただけかなっていうところもあって、今がビジネスとしては正常な状態になってるのかなっていうふうにもある意味感じます。SEO で大事なことって EAT とか WEAT とかっていうのがよく言われるかなと思います。一応その EAT とかについて説明すると EAT っていうのが専門性、権威性、信頼性で、最近そこにもう一つ E で経験っていうのが追加されて WEAT とかっていうふうにも言われるようになってます。その EAT を高めることでそのブログの価値が高まるって言われるんですけど、結構抽象的で何のことか、なんか分かるような分かんないようなだなと思うんです。私自身も最初の頃 EAT って言われても僕ただの個人だし、そんな専門性とか権威性とか信頼性って言われても困るんだけどみたいに最初は思ってたんですけど、それを個人ブログでにとって EAT とか WEAT って何なのかっていうことを一言で言うと、何者でもない自分が何者かになっていくプロセスなんだろうなっていうふうに捉え直したんですよね。なので記事を書くときもいわゆるブロガーではなくて専門家がブログを書いてるっていうようなマインドセットでずっと記事を書いていくってことを結構意識してました。これだけだと何のことって思うので、ちょっと具体的に中身は説明します。具体的にその英語学習法とか英語の習得法とかに関して専門書とか論文が出てるんで、それを結構読んで結構勉強もしました。いわゆるこのジャンルで言うと第二言語習得論っていうのがあって、それも最近結構メジャーにはなってるんですけど、結構その中でも500ページぐらいある専門書とか買って読んだりとか、それに載ってる参考文献の論文を読んだりとかして、あ、こういうことが研究されてるのかみたいな勉強を
したんですね。それで勉強すると、結構スクールさんとかの中にも結構その本気で英語の教育とかに関するこう大学院とかに出た方とかいて、専門的な知識を持ってる人がいるんですけど、その方と対話してる時も一応こう会話が成り立つんですよね。そうするとなんかこの人一応分かってるっぽいなって思うので、また新しいことを教えてもらえて、でさらになんか知識を深められるっていうようなサイクルを回してました。それである程度知見が溜まったところで、社会人がまあ最短で英語を習得するための勉強法みたいな結構長文のコンテンツをいくつか書いたんですね。多分長文っていうのは12,000〜13,000文字ぐらいだと思うんですけど、でそれを結構丁寧に書いて複数それで記事を書きました。そうすると最初から狙ったわけではないんですけど、たまにブログにお問い合わせが来るんですよ。どんな問い合わせが来るかっていうと、あるコミュニティでウェブのセミナーをやってくださいとか、雑誌社、具体的には東洋経済社ってあのいわゆるビジネス誌のところの英語の学習法の特集をやるんで記事を書いてくださいとかっていう依頼が来たりとか、ある時外資系の企業さんから日本支社から英語学習法のセミナーをやってもらえませんかみたいな話が来たりして、そういう依頼が来て結構最初びっくりしたんですけど、それを引き受けているうちにだんだんこうなんか本当に専門家っぽくなっていったなっていう感覚があります。結果論としてこの EAT が高まったかなっていう感じはあります。そっかそっか。だって言ってみたら大和さんめっちゃ理系出身ですもんね。はい、そう、バリバリの理系なんですもんね。そうですまあ言ってみたら研究者で、もちろん英語はね基本的なことは全部もちろんできてると思うんですけれども、それを自分が本当に発信していいんだろうか。しかも英語って特に競合が多いし、この中で自分が EAT っていうのを出していくにはどうしたらいいのかっていうところがすごく悩まれたと思うんですけれども、例えば英語に限らず新しいジャンルなんかやってみたいんだよなって思ってる人いっぱいいると思うんですよ。英語に限らず何か新しいジャンルで、例えばじゃあインスタグラム始めてみよう、新しいブログ始めてみようね、新しい YouTube チャンネルやってみようと思った時に、さっきいろいろな本を読んだとかね、経験いろいろ人と話してみたっておっしゃってましたけれども、何か新しいジャンルに挑戦してみたいっていう方、まだ何者でもない自分がそういうジャンルに飛び込んでいく時に、何かこうポイントとなるコツみたいなのがあればちょっと聞いてみたいんですけど。多分コツはその分野のことが結構好きだなっていうのが割と大事なんじゃないかなと思います。もちろんそのジャンルが稼げるかとか市場が大きいかっていうのはもちろん大事なんですけど、短期決戦じゃなくてある程度長丁場でやることを考えると、好きじゃないと続かないと思うんですよね。私もそのめちゃくちゃ英語が好きかっていうと、まあそれは好きなことの中の一つっていう感じだったんですけど、それでも専門書を読むとか論文を書くとか人に話を聞くっていうのが楽しいなって思えるぐらいには好きだったので、逆にそうじゃないと苦痛じゃないですか。そんな好きでもないジャンルの専門書を読むなんて苦痛でしかないので、それを楽しんでできるっていうのは結構大事なことなんじゃないかなと個人的には思ってます。ちょっと大和さんも頭もいいし何でもやったらできるんでしょってみんな思われがちなんだけど、逆に苦手なことってあります？苦手なことです。めっちゃいっぱいあるんですけど、いやなんか何でもできるスーパーマンみたいに思っちゃうと思うんだけど、逆に苦手なことって何があります？ウェブ業界とは関係ないんですけど、手先でなんかをする作業とかはまずめちゃめちゃ苦手で、とにかく不器用なんですよ。例えば小学校の頃に糸に針を通してなんか縫うとかやるじゃないですか。家庭科とかでね。家庭科とかでまず不器用すぎて通せないとかですね。実はですね、私は理系なんですけど実験が苦手なんですよ。っていうのは実験するのって結構、例えばスポイトとかでも一滴垂らすとかあるんですけど、僕がやると一滴垂らそうと思ってなんか数滴ドバドバドバっていっちゃったりして実験にならなくてですね、今の会社では実験助手さんっていう方がで、その方に手伝っていただいているのでなんとかなってるんですけど、あれがですね自分でやれって言ったら間違いなく使い物にならなかったと思います。手先が結構不器用なんですね。めちゃくちゃ不器用ですね。なるほど。料理とかはどう？細かい作業、例えば何か DIY するとか何かちっちゃいものを作るとか。まずは、ね、DIY は やらないです。自分には向いてないと思って。で料理は結構やって、まず妻と分担して やるんですけど、なんていうんですかね、焼いたり煮たりとかはできるんですけど、包丁で細かく切るのとかが苦手で、例えばトマトとか切るときって結構できる人からすると普通に切ってるだけだよって言うんですけど、私からすると絶妙な力をやらないとトマトが潰れるんですよ。毎回こうトマトを潰して妻に怒られるとか。皮むきとかも包丁で、器用な人というか大概の人って包丁でやると思うんですけど、一向にできるようにならなくて、結構料理はもう10年以上やってるんですけど、未だにこの皮むき器を使って、使わないともうじゃがいもの皮を剥けなくて、妻に毎回何やってんのみたいに怒られるみたいな感じです。じゃあ手先がまあ不器用だっていうのは自分で分かってて、そこを極めてビジネスにするってなったら結構しんどいですか？絶対無理ですね。考えたくないです。なんかあれだもんね、もう包丁がどういう風にトマトに入っていく角度がどんなんで、こんな圧力がかかってとか計算しそうですもんね、大和さん。そっちの方が興味が湧くんですよ。それただ自分でやれって言われるとできないです。意外、なんか理系の人って手先が器用で実験めっちゃ好きで
データ分析はね、めちゃくちゃ得意だと思うけど、なんか数字大好きでみたいなイメージがすごく強いので、いや、苦手なとこあるのは結構意外です。本当に苦手なこといっぱいありますけどね。あと、雑談になっちゃいますけど、全然いいです。結構、その事務作業とかでも、細かい正確性が求められる作業って結構実は苦手で、結構ケアレスミスが多いんですよ。仕事の中でサンプルを作って海外に輸出をしたりするんですけど、その輸出書類みたいなのを書いたりすることがあるんですけど、なんかそういうのが苦痛で、こうやってるだけでも気分がめいってくるし、しかも間違えるみたいな。ある時ですね、そのお客さんに出した資料で間違いがあって、なんかそのお客さんが受け取ろうとしても受け取れなかったみたいで、めっちゃ怒られたんですよ。なんでこんなのミスすんのみたいに言われて、あ、はい、すいませんとかって謝って、それが1ヶ月後にまた出した時にまた違うところで間違えて、向こうがブチ切れて大変だったので、書類を書くのを他の人にお願いして、私は書かないことにしたっていう、そんなこともありました。めちゃくちゃなんかエリートで、もうスーパーマンみたいなイメージだけど、実は本業でもいろいろできないこととかやらかしてることもたくさんあったわけですね。いっぱいあります。ビジネスをやっていく上では、年数がね、どうしても必要になってくるので、自分の強みとか、好きなところとか、興味のあるところを、やっぱりやっていくっていうのが、これすごく大事ってことですね。はい、そうだと思います。なるほど。その中でもね、英語はビジネスでも使っていたし、好きなことの中の一つだったから、いろいろ自分で勉強しようかなとか、これ読んでみようかなっていう意欲が湧いてきたって感じですかね。はい、そうです。いや、これはもう皆さん絶対好きなことは見つけた方がいいですよね。なんかちょっとでも興味があるなと思ったことから始めた方が良さそうですね。はい。なるほど。で、今 SEO で攻めてるとおっしゃってましたけれども、なんか最近ね、AI が台頭してきて、いや、もう SEO オワコンでしょと。もう人間がそのロボットのスピードにかなわないと。もうシンギュラリティとか言われてますけれども、どうなっていくんだっていうところで皆さん焦ってると思うんですね。大和さんなりのこの AI が台頭してきて SEO どうなるのか。これからどういうふうに攻めていけばいいのか、みたいな戦略とかありますか？確かに SEO で集客をしてそこから稼ぐっていう難易度は確かに年々難しくなってるかなと思います。それは今京子先生がおっしゃった AI の台頭だとか、もともと企業がどんどん参入してきてるとか、その Google のアップデートで企業が有利になってるとか、多分そういうところはいっぱい加味すると、そこの難易度っていうのはだんだん難しくなってるかなと思います。とはいえ今でも実際にそれなりに稼ぐことはできるかなとは思います。一方でこれだけでやっていくのはこれから難しくはなっていくと思うので、京子先生が日頃おっしゃっているように複数のやり方をミックスする、まあ、SEO だけじゃなくて SNS だとか YouTube だとか、その集客経路は複数持つっていうのは必須になっていくんじゃないかなと思います。一方でじゃあ SEO のスキルっていう面を考えると、まあ、これは SEO のスキルの中でも今後も重要だなっていうスキルと、まあ、それほど重要じゃなくなるなっていうスキルが2つに分かれるんじゃないかなと思います。ちょっと深掘りして説明をしますと、例えば SEO のテクニックみたいなもの、まあ、いわゆるタイトルには見出しにキーワードを入れましょうとか、なんか狂気語を書くといいですよとか、なんかいわゆる上位表示するためのテクニックっていうのがあるんですけど、それはちょっと今の Google のアルゴリズムに特化したものなので、あんまり普遍性はないので今後されていくんじゃないかなとは思います。一方で SEO のブログを構築するための考え方とか、そのためのスキルっていうのは他の発信媒体になっても結構重要じゃないかなと思います。例えばさっき言ったの EAT を高めるっていう話とか、これはブログじゃなくてももちろん重要な考え方ですし、ブログの階層構造を作るとか見出しの構造を作るっていう情報の構造化のスキルとか、あとはコンテンツを作るために読者の検索意図を深掘るとか、あとは競合調査をしてどうやってオリジナリティを出していくかっていう考え方とか、あとは伝わる文章術、いわゆる SEO ライティングとか言われるんですけど、どういうふうにストーリーを構築するとかとか、いわゆるプレップ法みたいな簡潔で論理的な文章を書く、こういうのは今後も必要なんじゃないかなと思います。っていうのは人が物事を理解するとか、何かを文章を読んで感情が揺さぶられて行動するっていうのは基本的に原始的なものなので、そこの本質は変わらないから、これらのスキルっていうのはこれからも重要なんじゃないかなと思ってます。本当に私も同感です。 SEO の考え方を持ってる人とか、ストック型と言われるブログとか YouTube をやられてる方って、まあ、どういうビジネスをやっていったとしてもその基本的な考え方があるから成功しやすいと思うんですよ。見てみたら箱の中にこんな箱があって、その箱の中には何がカテゴライズされていて、その箱の中にはどんな順番で示していくのかみたいな考え方だと思ってるんですよ。なんかマトリョーシカみたいな。ブログって結局そんな状態になってるというか、 YouTube チャンネルもそうなってると思うんですけど、でもそれってビジネスにおいてすごく大事な考え方で、じゃあこれは経理ですとか営業がやることですとか、これはなんかこう宣伝ですとか分ける、その考え方ってビジネスにおいても大事ですし、発信をしていく上でもすごく大事な考え方なのかなって思ってるので、 SEO のそのどうなるかはね、割合がすごく個人の割合減っていくとは思うんですけど、その考え方はね、私大和さんの同感で本当に絶対にやっておかなければいけないし、皆さんやってと私もいつも言ってると思うんですけど、この考え方は多分残って
ていくだろうなと私も思ってます。山本さん別に自分でこうブログとかやったりとか、まあ、そもそも何かこう本読んだりとか論文読んだりって自分で習得してもう向上していける方じゃないですか。そもそも頭が賢くてすごくいいのに、なぜこの副業の学校、オンラインビジネスの学校に入ろうと思ったのかっていうのは多分皆さんも疑問だと思うんですけれども、何かこうやりたいことがあって入ったのか、実際入ってみてどうだったかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。そうですね、入ったきっかけは自分の商品を作りたいっていうのが一番大きなところです。もともと SEO のブログをやっている、まあ、今もやってるんですけど、まあ、以前からいずれは自分の商品を持ちたいなと思ってたんですけど、ある程度そのブログで成果を出してからにしようっていうふうに思ってたんですね。でそれの自分の中で決めてた基準が月に50万円を2ヶ月っていう連続でっていうところだったの でそれが2023年6月に達成できたので、まあ、いよいよこう自分の商品を持ちたいなっていうふうに考えてました。ただやっぱ自分の商品を作って、でそれのしかもそれに対する集客の動線を引いて、商品を決めて動線を作ってちゃんと売れるようにするっていうのは相当大変だろうなっていうのがもともと分かってました。自分でやってできなくはないかもしれないですけど、めちゃめちゃ時間もかかるし、それは非効率だろうなと思ったので、ぜひこれはプロから教えを請うのが絶対大事だなと思ってました。なんですけど、調べてもなかなかそういうところ教えてくれるところってないんじゃないですか。そのあってもなんか断片的なこうマーケティングの一部を切り取ったような講座とか、ウェブマーケティング全体、しかもその自分の商品を作って販売するってとこまで一貫で教えてくれるところってないんですけど、たまたまですね、2023年の7月に京子先生の夏季講習セミナーってのがあって、それはこの自分の商品を持って継続的に売り上げを上げるためにはみたいなテーマだったので、あ、これ僕のための講習会なんじゃないと思ってYouTube で出てきた時に即その夏季講習セミナーに申し込んだんですよね。でその夏季講習セミナーに出たら、それがまたすごい超濃い内容で、これはぜひ京子先生に教えていただきたいなと思って、副業の学校、オンラインのビジネスの学校に入ったっていう感じです。確かにマーケティングスクールって調べると、私もいろいろ調べてみたら、やっぱりマーケティング会社に就職するためのスクールであったりとか、あとマーケティング会社が、まあ、広告ですよね、広告担当、運用担当になるために広告の回し方を覚えるとか、あとバナーってどうやって作るのかなとか、あと分析の仕方ですよね、アナリティクスとか、広告ってどういうふうに数字で追っていくのかとか、そういう体系的な、まあ、就職するためのマーケティングのスクールって結構あったりするんですけど、個人に落としてたった一人でやっていかなければいけないから、そのたった一人で自分の商品も作り、動線も作り、セールスもして、その後の顧客もちゃんと対応していかなければいけないってところまでこう完結して学習できるスクールってなかなかないのかなと思っていて、もう自分作っちゃおうと思って私作ったんですけれども、で実際入ってみてどうでした？入った後ですね、まずコンテンツのクオリティにびっくりしたんですよね。最初入って京子先生からこう課題をいただいて、いわゆるマーケティングの分析をして、これからのビジネスプランを作ってくださいって言われて、結構ざっくりしてるじゃないですか。そんなことを最初言われてもどうしたらいいんだろうみたいに思うんですけど、それが全部こうコンテンツに入ってるんですよね。こうやればいいって。例えば 3C 分析っていうのがあって、いわゆる 3C なんで、自社と競合と市場と自社っていうのを分析して、その上でこう自分が何をするかっていう、結構マーケティングの世界では有名なフレームワークだと思うんですけど、例えばそれに従って分析をしてくださいみたいなのがあるんですけど、それって概念とは知ってても実際に自分のビジネスに落とし込んでどうやってやるかってわからないじゃないですか。なんですけど、その手順まで全部書いてあるんですよね、そのコンテンツに。でそれが例えば副業の格好のケースだったらこういう風にやってきたよとかっていうのがあるので、あ、なるほど、それをスクショに撮ってパワーポイントに移して、その自分の場合だったらどうかっていうのを書き換えて置き換えてやると、もう自然にこの計画書が出来上がっていくみたいな感じで、結構これ一人でやってたら絶対無理だったなみたいなのがまず感じたことでした。私今まで計画書作ってきてくださいって言っていろいろ見てきたんですけど、大和さんの計画書はもう今までの中でトップ3に入る、もう本当一番じゃないかっていうぐらいすごく詳しく分析されていて、あ、もうこれだったらもう成功するよねっていう絵が見えるぐらい、ね、しっかりできていたの でしかも京都大学卒の大和さんにコンテンツ素晴らしいって言われたのが私一番嬉しくて、東大京大の方って結構何人か実はいらっしゃるんですけど、その方たちにコンテンツを見て分かりやすいとか、これはもう納得って思っていただけたのがすごく私にとってもなんか自信になったというか、これでいいんだっていうのもなんか逆にこう再認識させられたっていうのもあって、私もなんかもちろん大和さんにねビジネス伸びてほしいっていうの気持ちもあるんですけど、私がこのスクールのコンテンツを作ってきたことは間違いじゃなかったんだっていうのも、ね、認識できて、ダブルで私は嬉しかったっていうのがありました。コンテンツについて言うと、もう一個結構衝撃を受けたことがあって、 SEO 関係の話なんですけど、京子先生にこんなこと言うのもあれなんですけど、入って副業の学校のコンテンツに SEO の構築の仕方っていう結構重厚なコンテンツ
があるんですけど、正直ですね、入った直後って SEO は見なくてもいいかなとか思ってあんまり見てなかったんですよね。である時オンラインオフ会っていうオンラインの飲み会っていうのがプログラミングの学校の中であって、その時の雑談の中で京子先生がこれから他の YouTube とか他の SNS とか何でもやる人は必ず SEO の構造っていうのは理解しないとダメだよってことを結構熱く語っておられて、例えばキーワードの距離っていうキーワードを出していただいて、これって多分何のことか分かんないと思うんですけど、キーワードって読者が検索するキーワードの中でも、例えばさっきの英語で言うと英会話スクールおすすめとか、英会話スクールだったらベルリッツ値段とか、例えばそういうところでも今にも買いそうじゃないですか。そういうところから英会話本当に必要とか、なんか英文法の学び方とか、なんかそういうのって、まあ、ちょっと英語やってみようかなみたいので購買からはだいぶ遠いんですけど、そういう感覚値がないとビジネスをやる上で結構障害になるよみたいなことを言ってて、確かにそうだよなとか思って、そういえばじゃあちょっと改めてどんなコンテンツがあるのか見てみようって思って見たら、もう本当に腰を抜かすほどびっくりしたんですよ。もう SEO の設計のところがめちゃめちゃ詳しく書いてあって、 SEO の設計とか SEO の話ってもう情報っていっぱいあると思うんですけど、結構抽象的すぎる話とか、具体的でも一部分の断片的な話とかっていうのがもう大半で、私もこの SEO に関する書籍とかは10冊以上読んできましたし、有料の教材も買ったりとか、もちろんウェブページとかも大概もう全部見たんですけど、こんだけ体系的にまとまっていて詳しいコンテンツって見たことがないなと思って、もうなんだ SEO の攻略本じゃんみたいな風に思って、最初にこれ見てたらもっと楽できたのになとかっていう風に思ったんですよね。で、これはすごいなっていうのは結構衝撃受けました。そうですね。SEO でそもそも月100万稼げてる人が SEO のカテゴリーの授業を見直すって普通しないと思うんですよ。いや、もうできてるしなっていう風に思うのは当然だと思っていて、でもね、あのコンテンツはかなり時間もかけて作ったし、でも絶対最初に見てほしいなっていうコンテンツ、多分初めに見たら分かんないと思うんですよね。何回も見てやってみてまた戻ってきて、あ、なるほどこういうことかみたいな。山本さんもう結果出てるから、あれがなんていうのすごいコンテンツだというか、こういうことでっていう答え合わせができるから、そうやって思っていただけたのかなと思っていて、多分もしかしたら初めて見たらよく分かんないかもしれないんですけれども、確かに結構レベルが高いことが書いてあると思ったので、最初はいわゆる初心者でも分かるところから始まるんですけど、結構中上級者でもおっって思うようなことが書いてあって、これは確かにいきなり初心者は全部を理解するのは難しいだろうなと思う反面、こう繰り返し見ていると、何でしょう、スルメみたいにどんどん味わいが出てくるみたいな感じじゃないかなっていうふうに思います。そうですね。 SEO の情報って、まあ、YouTube、ブログ、書籍たくさんありますよね。で、何からやったらいいんだろうって皆さん迷うと思うんですよ。だから私もいっぱい SEO のこと勉強してきたし、でもどれが正しいんだろう、その時代によっても変わってくるしなっていうところがあったので、もう一つ簡潔にまとめようと思って副業の学校の中に SEO っていうカテゴリーを作ったんですけど、嬉しい、山本さんにそうやって言ってもらえたのはめちゃくちゃ嬉しいです。そんな山本さんがですよ、ブログで100万達成されましたと。 SEO の考え方もなんとなく理解できました。これから私は具体から抽象へっていうところに移っていくよと。そのロボット的な考え方ではなく、人の心を動かすようなコンテンツを作っていかないと、もう AI がね台頭してきて負けてしまう。そんな中でこう立ち向かっていく、勝っていくためにはブランディングの作り方であったり世界観の作り方すごく大事だよって言ってます。で、これから山本さんの目標だったりと、ブログね100万達成された後どういうことをやっていきたいのかとか、これからどんなことを大事にしていきたいかとか、その活動どんな風にやっていきたいか聞いてみたいです。私はこれからは自分の商品を作って売っていきたいなと思ってます。で、そのために最近YouTube で発信を始めて、よりブログのみたいなちょっとロボット的な感じだけじゃなくて、人間味を出せていけたらなと思ってます。で、ただどうしても顔出しができないので、その中でどうやってこう自分らしさを出していくかっていうところで今結構試行錯誤しているところです。ただこれの世界観を出していくとか、その抽象が非常に大事だって京子先生もおっしゃっているんですけど、それって具体と抽象のセットが大事かなって個人的に思っていて、そのいわゆる具体っていうのが SEO 的な考え方だったりロジカルな考え方で、これがいわゆる木でいうと幹とか根っこの部分に当たるかなと思ってて、とは言ってもこれだけだとつまらないし、これだけだと買っていけない。で、これからその枝とか葉っぱとか果物の実とか、そういうところのいわゆる外側のところの世界観っていうのが非常に重要になっていくんじゃないかなと思ってて、それがこの話し方だったり考え方、価値観だったりキャラクターとか、そういうところをうまく出していけるようになればいいなっていうふうに思ってます。いや、山本さんそこちょっと苦手そうですもんね。その論理的に考えたり分かりやすく詳細にっていうところとかすごく得意だと思うんですけれども、何に苦戦しました？やっぱ YouTube やってみて。いや、本当今おっしゃっていただいたように、自分らしさを見せるってなんだろうみたいな、そもそもが割と感情とかの起伏も小さいですし、話し方も割と平坦なので、なんかそう言われてもなみたいなところがあって、まだ今も試行錯誤してるところなんですけど、結構そこのロジカルじゃない部分を出していくっていうのが結構難しいなっていうふうに感じてますね。私ね、
その大和さんと、まあ、初めてお会いして、まあ、入学されたのが半年ぐらい前だと思うんですけど、半年前と全然人間性変わったと思うんですよ。すごく変わったなと思っていて、これ実はね、これ皆さんこれは秘密の話ですけど、これ対談2回目の撮影なんですよ。実は2回目なんですよ。なぜかというと、1回目に撮影して、これで行こうかなって言ってたんだけど、あまりにも、大和さんまだガチガチで、もうなんかそのブランディングの作り方もよくわからなくて、自分の出し方もわからなくて、これやっぱ取り直そうって言ったんですよ、私が。で、だいぶね、服の学校オーナーイメージさんがこうで、本当に自分を出す場ってすごく多くって、まあ発信者になる方にはすごく練習になる場が実は多いんですよ。大和さんのキャラクターもなんかそこで作り上げられてきたのかなって。なんかすごく愛されるキャラクターになってきたし、自分ではわからないその良さ、あれこれってみんなにもしかして褒められてるとか、ありがとうって言われてるっていうことから、なんか大和さんすごく半年で変わってきたのかなって思っていて、このタイミングで撮り直そうって。今の大和さんのすごく人間味出てていいよっていうことで、今撮り直しをしてるわけなんですけど、どう？その学習面っていう以外で、自分の人間性とか、性格とか、まあ環境がすごく変わったと思うんですけど、服の学校オンラインビジネスとかでイベントとかやってみたり、勉強会やってみたりして、なんか変化した部分ってありました？そうですね。やっぱり一番変化が感じたのは、服の学校で勉強会っていうのは月に2回ぐらいあるんですけど、まあ大体京子先生がお話をされるんですが、たまにこの生徒の中で講師役として話をさせてもらえるっていう機会があって、その中で私も1回登壇させていただいたんですけど、結構それは本当に自分の中で変化があったなと思ってます。で、それはそれまでって一つは自分がブログとかでもある程度成果を出したなと思ったんですけど、なかなかこう自分で認められてなかったんですよね。だから自分なんて大したことないとか、こんなんじゃまだ全然ダメでしょみたいなのが結構心のどこかであって認められてなかったっていうのと、このコミュニティの中でも結構自分がまだ溶け込めてないんじゃないかとか、私が話をしてもなかなか共感してもらえないんじゃないかって思ってたんです。結構こう実際にお話ししたら分かりやすかったとか、すごく感謝をされたりとかして、結構私の今のままでもいいんだなっていうのが認められたっていうのが結構大きかったですね。いや、私は本当にそう思う。なんか大和さんの良さがみんなと触れ合うことによって初めて出てきた。それはなんか会社の人とか家族とかといると出ない部分だと思うんですよ。で、良さって自分では一番見えてるようで見えてなかったりして、なんか自己分析しましょうとか自己理解しましょう、自分のことを知りましょうっていつも言ってるんですけど、多分大和さんすごく苦手なタイプで、案外周りからの声掛けだったりとか、たった一言によってすごく変わっていく人なのかなって思っていて、めちゃくちゃ笑顔が増えたし、口数もすごく増えたし、話し方も上手になったし、でもそれが多分これから自分の商品を販売していく上ですごく大事になってくる部分、もしかしたらそれは一人で作り上げることはできない、なんかノウハウを読んでいるだけでは作り上げられない部分なのかなと思ったりしていて、もう今服の学校オンラインビジネスの学校で大和さんのこと知らない人いないぐらいもうスターだと思うんですけれども、だからまあこれからそういうのを経て自分の商品を作っていくで何が大切なのかっていう、すごく抽象的な難しい部分ですね。ブランディングの作り方、世界観の作り方、自分のこう出し方、見せ方っていうところを一緒に学習していけると嬉しいななんて思っていて、具体的になり、例えばこういう金額稼ぎたいとか、こんな商品作ってみたいとかってあります？そうですね、結構商品としてはいわゆる実際に自分で英語コーチングみたいなことをやってみたいなと思っていて、結構人に教えたりするのは割と好きな方なので、結構それは自分の特性にも合ってるんじゃないかなとか思いますし、それは楽しんでもやれるし、多分相手の方にとってもメリットがあることなんじゃないかなっていうふうに思ってます。金額的なところは結構もともと月100万っていうのを一つに目標にしてたので、それはたまたまですけど、その SEO ブログの中で達成してしまったんですけど、ね、それを自分の商品で達成するってとこをやってみたいなっていうふうに今思ってます。違った手法でね、次は違った魚の釣り方でその金額を稼いでみたい。確かにまたちょっと違いますもんね。でもブログでやってきた考え方とか行動量とか精神面も全てに自分の商品を作るときには生きてくるものになるので、まあ、言ってみたら他人の商品を売るか自分の商品を売るかの違いなんですね。商品作ってくれてますよね、アフィリエイトだったら他人の商品だから。英語のコーチングスクールいろいろありますけれども、だけど今度は自分で一から作らなきゃいけないっていうところ、そして顧客との対応も出てきます。どういうふうに動線引っ張るかも考えなければいけませんよね。そこがすごく難しいところになるんですけれども、ここからねオンラインビジネスの学校でその自分の商品を作るってところをね、一緒にビシバシまたね合宿とか研修会とか勉強会たくさんありますので、これから大和さんがどんな風に成長していくのか私も楽しみにしております。そして皆さんもね楽しみにしていてください。ということで大和さん、今ねこの対談を見てる皆さんに何かこれから、ね、インターネットビジネス始めようかなとか、なんか怪しいんじゃない、ブログって本当に今から稼げるのって思ってる方に最後にメッセージをよろしくお願いします。いろいろこれからやろうって思う時って不安なことっていっぱいあると思うんですよ。本当にこれで稼げるのかなとか、今からやって意味あるのかなと思うんですけど、まずはこう一歩踏み出して行動してみるっていうのが大事じゃないかなと思います。そういうやっ
ってみてうまくいけばそれは万々歳ですし、仮に頑張ってやったけどやっぱりなかなか成果が出なかったっていうのもそれは一人で一つの経験で、じゃあ次こういうことやってみようとか新しいアイデアが出てくるんですよね。でそれはやる前とやった後では見える景色が全然違うので、まずは一歩踏み出してみるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。これからのね、大和さんがどんな風に成長していくのか私も楽しみにしておりますので、一緒に頑張っていきましょう。ということで今日は大和さんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ブログ始めたんだけどなかなかアクセスが集まらない、記事を書こうと思っているんだけどなかなか筆が進まない、何年もブログやってるんだけど収益が上がらない、このような方は今日の大和さんのお話を聞いて自分がやるべきことで修正すべき点が分かったのではないでしょうか。正しいやり方を継続していれば必ず結果は出ます。今結果が出ていないということはどこか間違っているということです。その間違っている点を自分自身で気づき、今日からそこを修正し、この動画をきっかけにしてあなたも大きく成長していってほしいなと思います。このチャンネルでは個人で稼ぐためのスキルアップに役立つコンテンツを配信しています。副業、起業、フリーランスで稼ぎたい人の必修科目を有料商品級レベルの動画でお届けします。いいねを押してチャンネル登録してくれた方は今日から私の生徒です。徹底的に指導していきますので、このチャンネルを通して個人で稼ぐ力をどんどん高めていきましょう。そしてお待ちかねのプレゼントのお知らせです。この動画以外のスキルが学べるものもたくさん用意したのでぜひ受け取ってくださいね。ネットを使って雇われずに個人で稼ぐ方法をもっと本格的に学べたい人のために無料の365日音声メルマガをやっています。ネットビジネスで稼ぎたい人に必要な全てが1年間無料で届く超リッチなオンラインプログラムです。こちらの登録特典として有料級教材を5つプレゼントします。雇われずに個人で稼ぐ力を身につけたい人、副業して収入の柱を増やしたい人、こんな人にとって必須のスタートアップキットになっています。特典の1つ目が副業の始め方完全ロードマップです。こちらは副業を始めるにあたって必要な全てが詰め込まれたパッケージです。副業を始める前の心構えや時間の使い方、失敗確率を最大限まで減らす取り組み方など約10分程度の動画が5本と図解資料20枚で解説されています。特典の2つ目がビジネスマインドセットの教科書です。成功者はなぜ成功しているのか、その鍵はその人の考え方によるところがほとんど占めています。こちらの特典ではそんな成功者マインドをおよそ15分の動画2本と図解資料8枚で脳内にインストールしていきます。特典の3つ目がウェブライティングの基礎講座です。ネットで稼ぐために絶対に外すことのできないコアなスキル、ウェブライティングを徹底的に学ぶことのできる基礎講座です。12,000文字、 PDF63 ページ、図解資料8枚というまさに有料教材級の内容が無料で学べます。特典の4つ目がキーワード選定完全ガイドです。キーワード選定の理解が一気に進む完全ガイドです。この特典だけで1から10までキーワード選定のやり方をマスターできます。こちらもなんと8,000文字、 PDF33 ページ、図解資料4枚をつけてプレゼントします。特典の5つ目はネットビジネスで稼げるジャンル大全です。稼げるジャンルに参入したい人のための図鑑のような特典です。そのジャンルの売り物やどれぐらい稼げる見込みがあるのかまで徹底的に解説しています。こちらは36,000文字、 PDF158 ページ、図解資料36枚という圧倒的ボリュームでお届けします。これらの超豪華特典全部無料でプレゼントしちゃいます。メルマガの登録方法は概要欄のこちらのリンクから飛んでメールアドレスを入力するだけ、1分で登録完了です。こちら365日と言ってるんですけど1年生2年生と続いていきます。メルマガでも1年生2年生と作っていまして、早い方はもう2年生に昇級されています。このメルマガを読んで大きく売上を上げている方もたくさんいらっしゃいます。 X の方でもハッシュタグ強子メルマガと検索していただくとたくさん感想が載っています。ぜひ見てみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれた方は今日から私の生徒です。徹底的に指導していきますので、このチャンネルを通して個人で稼ぐ力をどんどん高めていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。